指導に剣道においてもですね、まだ、なかなか全てがですね、圧接を取り、そしてまた、その上で幅を確保し、そしてそこに、排泄をするような状況がですね、生まれる汚染はなかなか、整備されていないということになります。それに続く指導についても同じような状況がございまして、国道がそしてまた県道が整備されることに伴って指導の幹線もですね、整備されるということでございます。そのことからすると、非常に市民の皆さんには大変なご苦労をかけ、またご心配をかけ、そして、事業の取り組み、また通勤、そういうものについてもですね、車が使えないというようなことで本当に難病をかけているということについてはお詫びを申し上げながら、またぜひご協力ご理解をいただきたいというふうに思っているところであります。そういう中で、国県と協議しながらですね、実際の道路の除雪計画なるものを、徐々にそれぞれの立場で連携するような状況が出てきましたので、そこで取り組みを始めています。まず上越市内における、これは直越を含めてでございますけれども、上越市内における、雪の状況からすると、もう除雪車で押して広げて、道を確保することは困難になりますので、相当の圧雪を剥がして、道路圧雪を剥がして、そして道幅を確保するということを考えますと、雪をですね、排出する、今ある雪をですね、外に出して、その道を確保するという作業は、これからほとんど上越市内の、境外道路、団地における道路については、ほとんどその作業をしなきゃいけないということになります。そのためには、大量の雪捨て場を確保する必要があるということで、これも国交省との協議の中で、河川敷を含めて、積雪の河川敷を含めて、相当の箇所を用意するということでありまして、そこに向かうための県道、市道、そしてまたある国道においてはですね、その除排雪ができるための、道路整備、その確保を必要とするということも条件になってございます。この条件が、今週中頃には確実にできるということの状況が生まれてきましたので、今度は屋根雪が今非常に重い状況になってきますので、その日が経ったり温度が上がると重い状況になってきますので、東海パークも出ています。これを猶予することはできませんので、一斉の雪下ろしを、計画するということに至っています。この一斉の雪下ろしについては、路線状況等ですね、高田のことについて今計画運動をお話ししますと、46町内会にお話をして、ほとんどの地域がですね、一斉雪下ろしをしてほしいという要望がございますので、そのことについては道路を封鎖し、そして一斉に雪屋根を道路に落として、それを一定の時間かけて排出し、雪捨て場に捨てるという、いわゆる一斉雪下ろしを計画いたします。これを最初に、46町内会ありますけれども、最初にスタートするのは来週の土曜日であります。23日からそれができるような状況に今なるということで、業者、そしてまた、国県、市とですね、連携しながら、その日程の中で調整し、そのどこの町内会からということになりますと、具体のルートのとも選定がございますので、それぞれの町内会にもお話しさせていただくことになりますが、いずれにしても46町内で希望があるところについては、23日から逐次一斉除雪をしていきたいというふうに思っているところであります。